改めまして松岡拓です。引き続き番組に届いたメールをご紹介していきましょう。ラジオネームちかちゃんからです。たくちゃんこんばんは。久しぶりにメールを送ります。たくちゃんが、京都の学園祭に出演することが決定しましたね。京都花鳥短期大学、私の母校なんです。めっちゃ嬉しい、ありがとう。そこでたくちゃんに意気込みを教えてほしいです。よろしくお願いします。あ、やっぱ学校通ってる人がいてよかったよ。俺だって知らない人ばっかりだとどうしようと思ってたからね。意気込み、意気込みはやっぱ見に来てくれた人みんなをファンにする、全員を引き込む、それでどうでしょうかね。頑張ります。はい、それでは続いて、ラジオネームひよこのちいちゃんからです。たっくんこんばんは。初めてメールを送ります。ドキドキ。ここでいきなりですがたっくんに質問。たっくんはむっつりスケベですが、下ネタ話す女の子と話さない子どっちがいい？俺がちょっと待って、俺むっつりスケベでもなんでもないんですけど、だからね、読みますね。むっつりスケベですが、下ネタ話す女の子と話さない子どっちがいいですか？私は下ネタ OK 女子なんで、タックに惹かれてないか心配です。全然大丈夫、俺下ネタ話されても話せなくても全然どっちでもいい、合わせれるから。別にだってね、そんなもう僕も二十歳超えてますから、下ネタの話なんでいくらでもしましょう。むっついじゃありません、ちなみにもうガンガンですガンガン喋ります。喋るけどやっぱりファンの前の人ではやっぱさ、10代とか若い子もいるからそういう話はできないじゃないですか。だからそういうのをちゃんと考えてるんですはい、それでは続いていきます。ラジオネームはなちゃんからです。こんにちは、たくや様。イベント行きたかったんですが行けなくなってしまいました。関東でイベントやってくれたらたくや様に会いに行く予定です。その時は、たくや様に、たくや様はいつ会ってもイケメンですねいつも惚れてしまいます。そこでたくや様に質問。たくや様はイベントで撮影会、握手会の時にプレゼントやファンレターとか手渡しした後すぐ見ていますか？これから秋ツアーが始まりますね。そうですね、もう始まってますがね、頑張ってくださいということですね。はい、そうですね、ファンレターとか手渡しした後、イベントとかは持って帰れるんで、車とかだったら持って帰れるので、まあ車じゃなくても持って帰れるようにまとめて持って帰るんですけど、家に着いたらとりあえず見ますね。で、手紙とかはもう疲れて寝ちゃう時もあるんで、時間がある時に見てるんですけど、まあ、ライブのプレゼントとかもさすがに持って帰れないので多くて、だから送ってもらって届いてからちゃんと見るようにしてます。だから時差はありますね、みんな渡してから読むまでの時差はありますけど、ちゃんと見てますんで、結構時差ありますけどねでもちゃんと見てます。すぐはでもなかなか難しいんですけど、ちゃんと見てるのでご安心を。はい、ラジオの前の皆さんもぜひ番組にメッセージを送ってください。アドレスはアルファベットすべて小文字でたくや @fmfuji.co.jp takuya@fmfuji.co.jp までです。お待ちしております。それではここで一曲お送りいたします。サータンダギーでヤンバルクイナが飛んだ。ヤンバルクイナは飛ばない鳥と誰が言ったんだ。鳥なんだ、夢をまだ見つけてないだけ。いつの日か夢見つけた時、命をかけて羽ばたくのさ。あいつなんて無理だなって誰にも言わせたくない。もうすぐ飛ぶんだ、行こう行こう、もうすぐに飽きさみよ、飽きさみよ、空見上げた秋さみよ、うなずいた。
になる。うつむいてばかり熱くなることを知らなかった。ある日心が震えたんだ。愛する人に言われたよ。終わってしまう、終わってしまう。若い あの日が秋寒いよ、秋寒いよ。夢叶うという大地があると信じて飛んでみせるよ。頑張る首名は飛んだんだ。あの雲の切れ間に向かって頑張る首名は飛んだんだ。あのリフの向こうの波に向かって一度だけ話し松岡拓也のミュージックスパイス、そろそろお別れの時間になりました。ここで松岡拓也からのお知らせでございます。ただいま秋ツアー真っ最中です。10月8日福岡、10月9日大阪、10月10日名古屋、10月15、16日と東京に、ツアーで回りますので、ぜひぜひ皆さん来てください。お待ちしております。そして、10月26日に、京都の花鳥短期大学で、学園祭をします。そしてその学園祭のその後、26日のその後ですね、大阪に移動してイベントを行います。詳しい場所と時間は、今後オフィシャルブログにアップしますので、ぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。そして10月その次の日ですね、10月27日、ララポート甲子園、兵庫県のララポート甲子園で、イベントを行いますので、ぜひぜひ関西圏の皆さんお待ちしております。ってことはね、10月26日に京都行って大阪行って、10月27日に兵庫県でイベントってことですね。そして11月13日に、セカンドアルバム U&A が発売になります。皆さんたくさんの情報ですが、ぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。あとね、もしも〇〇があったら、もしも〇〇だったら、もしも〇〇がなかったら、いろんなね、もしもシリーズがあると思うんですが、皆さんの聞きたいこと、もしも何々があったらとか、そういうのをね、思いついただけ送ってください。お願いします。ということで今夜はここまでです。ミュージックスパイス、お相手は松岡拓也でした。バイバイ。